近年、武漢では多くの大学生が行方不明になっていますが、警察は捜査を拒否しています。家族は子どもたちの失踪が臓器売買と関係あるのではないかと憂慮しています。1994年生まれの羅光さんは、2015年9月10日、友人を訪ねて湖南省長沙市から武漢市に向かった際に、武漢鉱山広場で行方がわからなくなりました。広場付近には監視カメラ70台余りが設置されていましたが、警察は羅光さんの姿は映っていなかったと答えました。官製メディア中央テレビのオンライン尋ね人サイトで、武漢で失踪した年齢35歳以下で検索したところ、1307件の関連情報が見つかりました。2011年の時点で、すでに武漢には中国でも最先端とされる25万台の沿岸監視カメラが設置されていましたが、失踪者の発見には役立っていません。他共産党自己呢另外还建了一套天网。这套系统呢它就必须得权限更高的人才能使用所以普通老百姓呢都用不了什么时候我用过呢据我所知抓高志胜律师的时候失踪者の家族は警察が失踪者の捜査に着手しないことに疑問を抱いています。我小孩失踪了几年怎么构成立案的呢当然始终构成立案他就是不跟你立案。家族はずっと子供たちの消えた理由を考え続けています。他这个人不老实也不跟人家争妈对不对他们又说是武汉有那个贩卖器官组织把那小孩控制起来了我们在武汉找小孩的时候有好多老百姓也跟我提了这个跟我这几年的找孩子的经验他们都说就是国家有的这个贩卖人口器官啊卖心脏啊肾啊就一个人的供血可以卖到上百万呢、啊、他有的说一些当官的要换那些东西啊例如那个身上衣装的20多岁的智商高的大学生的2013年に湖北省の政府系メディア、蘇天都市報は、腎臓一つを40万元、約625万円で取引する巨大臓器売買基地が武漢に存在すると報じました。2017年の湖北省の腎臓移植件数は中国で2番目に多く、同じ年に武漢の華中科技大学、道西医学院附属病院の協和医院で行われた心臓移植件数は世界で4番目でした。这种怀疑呢不是没有道理的。活在器官的事情2006年全世界都知道了以后呢那么他就装模作样做改革了。但是呢有个问题死囚器官在急剧下降。这是黄杰夫自己讲的。而这个移植量呢从2007年他说移植改革以后还在上升。也就是说这里的空缺越来越大。那么监禁的法轮功学员总要用完的。就是说当这个变成一个吞噬的机器的时候当它原来的来源缺少的时候它就会去到外面去吞噬普通人。家族らは確実な答えを導き出すために奔走しています。彼らは民間で相互援助や相互救済を進めましたが政府から圧力をかけられました。前年的一个叫王涛的记者来报道这个事情，他把那个记者抓起来了，还关了十天。他这是假的造谣。我们自己孩子失踪了，我们自己心里也不清楚啊，怎么说是人家造谣？他们自己不那个的话，我们自己发帖子寻人的话，他为什么要封我们的寻人帖子？我就不知道他们为什么要这样做。失踪者リストの名前は今も増え続けています。ある家族は子供を探すために財産を使い尽くしてしまったと語っています。子供はどこにいるのか、無事でいるのだろうか、とずっと問い続けても誰も答えてくれません。NTD ジャパンがお伝えしました。